今回は洗面台の排水口の気になる匂いをキッチン泡ハイターを使って消し去る方法をご紹介します。だんだん暑くなってくると排水パイプ内に汚れがつきやすくなりますし、その汚れが嫌な匂いを放つようになってきますよね。そんな時におすすめなキッチン泡ハイターを使った消臭法ということになりますけれども、やり方はまず栓を取り外しまして、ヘアキャッチャーにはゴミとか毛とか絡みついていると思いますので、ティッシュペーパーなどで取ってキッチン泡ハイターをシュッシュッシュッと勢いよく吹きかけます。そうすると泡が上まで上がってくるんですよ。はい、でヘアキャッチャーを戻して、でさらに泡を追加して、これで、はい、栓をします。はい、でこのまま放置で、栓をすることによってパイプ内に泡が充満している状態ですよね。でその状態をキープすることができるんですよ。パイプ内の上が空いていると泡がスーッとこう落ちていくんですよね。当然長く放置すればするほど汚れとキッチン泡ハイターが長く触れていることですので、じわ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 汚れに効かせてくれると。でさらに一緒にやっておきたいのがこのオーバーフローのところですよね。でここも引っ張るとこ取れますので、ここにも同じようにスプレーをして、でこのまま放置してもいいですし、ラップを使うっていう方法がありますね。泡を吹きかけたらすかさずラップで蓋をすると、そうすると穴が塞がれてますので泡がとどまってくれるということになります。さらに放置した状態で水を張ります。ボール内にこのぐらいでも十分ですね。もし洗面ボウルの底にぬめり汚れとか黒ずみ汚れのような生き物汚れが結構あるということでしたら、キッチンハイターをキャップで1杯ぐらい入れて、もちろん水の量に応じてキッチンハイターの量は変えないといけないですね。でこうやって混ぜて、こうすることで洗面ボウル内の汚れをハイター付けで落とすことができます。せっかくなので先ほど外したこのボタンも入れて放置をすると、溜めた水をですねボタンをつけて栓を上げて一気に排出すると、お茶口を持っていって勢いよく流すというやり方になりますね。なのでこのキッチン泡ハイターをキッチンにお使いでしたら、洗面台の排水口の消臭に活躍できますし、キッチンの排水パイプの消臭にも同じように使えます。ありがとうございました。